岡本さんからお願いします。大丈夫ですか？すいません、緊張して。もう皆さん結構緊張されてますね。もう前歯に当たります。初めて見ました、そんな姿。もえにゃ、いや、言いたいことがいろいろあるんですけど、私かわいいかわいすぎる、かわいすぎる、ね、割と前ちゃんクールな感じの子だなと思ってたんだけど、おとなしくしてようと思ってめっちゃかわいいですね、来てるんですけど、いや本当に、あの実は道地さんにさっきちらっとお話ししたんですけど、ね、うん、あのマリって謎が多い役で、正直私も全部は分かっていないんですね。庵野さんが言うことをポツリポツリとヒントが降ってくるので、なんかそれってどういうことですかって聞けなくて、へーって言ってなんとなく理解してるみたいなところで正直あの止まってるんです。でもなんていうか、庵野さんも全部はおっしゃらないというか、でこういう取材とかパンフレットのインタビューとかでも、あの庵野さんに聞いたことをどこまで皆さんに言っていいのかよく分からなくて、あの誰にも言ってないこともいっぱいあるんです。だから、聞きたい、聞きたい、三井さんに、はい、聞いたことを。そうなんです、 OK だと思いますよ。え、言えないです、言えないですなんで、え、言ったらいけないと思う、誰にも言ってないもん。だからここで初めて言えないです、後悔するって責任取れないもん、そこまで言ってすごい、絶対言えないです。もう庵野さんの許可を取らないと絶対大丈夫、大丈夫、無理です、無理です。三井さん、どっちが上なんですか。そうだよ、もう記者の人たちが今手ぐすね引いて待ってるよ、みんな庵野さんと三井さんはどっちが、無理無理無理、どっちに権限が。いや、三井さんの方がもう当然全てが上ですけど。何を言ってるんですか。多分何を言おうが、あの庵野さんはいやいいよって言ってくれる。無理無理、絶対言えない。どうして、どうして、墓場まで持っていこうと思ってるの。本当に というぐらい墓場まで。何なの、そんなすごいことあんの逆に聞きたくなっちゃいますよね。怖いよ。怖いですよね。怖い。だから私本当に、あのなんて言うんだろう、怖いものを私手渡されてるんだと。へえ、あ、そうなんですね。わかんないですけど、実は男とかそういうことそこまでではないもの。ただ庵野さんが全然いいよっていうことかもしれないし、わかんないんですけど、 なるほど、ね、なんかほらミステリアスな口調でおっしゃるから全部大事なことに聞こえるんですよ。だからもうほんとダメ出しもどれが大事なのかよくわかんないしなんか次行ってみようかっていうセリフを、なんか怒りや長介さん風に言ってくださいとか言われたりとかして、それがラジオでおっしゃってた奇想天外ってやつですか。そうです、そうです、もう奇想天外なんですけど、長さんググったりしてやったんですけど、そういうことです、私の思い出は。はい、ありがとうございます。気になって眠れなそうですけども、はい、ありがとうございます。